さあ打順がトップに帰りました。和田、関川、そしてクーボーとしていきます。小林さん、なんか難しいことなんですよね、それができてるっていうのは。難しいですね、彼の場合はね、どちらかというと実戦のマウンドの方が力を出すタイプですね、ブルペンよりも。あ、そうなんですか、よく言われるか、8割ぐらいできたらね、いい逆のタイプですね。だからブルペンでね、投球見てたら、今のボールも、向かっていくね、その姿勢が、リリーフで、ね、ポンポンと今立ってますけど、やっぱり、これ右に持ってきました。翔太が追いつきそうです。はい、守ってる野手に、ね、僕は来たでしょう。加藤さん、この、今ね、西山はね、いいリードしてますね。和田がね、まっすぐ待ち全然してなかったんですよ。必ずやっぱりこの山口見たときに、前回の登板からこうずっとデータ調べてきて、はい、スライダーピッチャーだったんです。今度スライダー振ってくるだろうと。でも待っとったわけなんですね。一球も振りませんよね。キャップなんかだけど。これはね、あんまり言いたくないんですがね、リリーフに回ってね、勝負どころストレート多いんですよ。あ、そうですか。これはいいこと聞きましたね。いや、あんまりまずいですね、それは。東京ドームで行動した時も、最後はほとんどクリーンアップでもストレート勝負っていうのが多かったですよ。あとか、ホームで、タイミングがかなり合わせづらいんですよ、バッターは。なるほど。さあ、2-1。バウンド、あ